どうも皆さんこんにちは、キョウケです。今回ですね、Twitter の方で数時間、まあ4時間ぐらいですね、雑談するので、雑談するので、そちらの、まあ、質問とか、まあ、たわいのないことを募集しますと言ったらですね、まあ結構な数来てくれたので、そちらをですね雑談ということで、していきたいと思います。早速移っていきましょう。ババアチャでカモ村を借りに行くとき、ボールブレイカーは持って行った方がいいですか？壁の中にポンプや金材があったりするので。ちなみに今はバーバリアン100体、アーチャー100体で感じで攻めてます。いや僕もこんな感じっすよ。あ、すごいですね。あ、めっちゃ、あ、でもボールブレイカーは僕はやってないです。基本的にやっぱカモ村ってまあその災害層にあると思うんですよ。その壁の中の災害層、壁の中に、お、光った今壁の中に災害層があるので、まあそのババアチャーなので、そのバーバリアンを盾にしてアーチャーで壁の中を攻撃するっていう感じに私はしてるので、あのウォールブレイカーはいらないと思います。はい、次ドン。空軍攻めのコツ。空軍攻めのコツってことは、要するにそのドラゴン、ドラッシュであったり、そのバルガゴですね。僕的にはドラッシュをするときは、その一点でズボボボって出すんじゃなくて、ちょっとした列、その完璧なそのフィールドにまたがるような列を作るのではなくて、ちょっとこう一工夫加えて、ちょっとこう列を作る感じでドラゴンを出すといいかなと思います。はい。壁レベルを1から11まで全て課金で上げられるといくらかかるのか計算してください。これ確か私がターンホール4ぐらいの時に確かやったんすよ。なんか見たんすよ、どっかの記事で。確かもう現金1億円じゃ足りなかったっていうなんか記事見ましたね。確かちょ計算するのめんどくさかったっすキャー。はい、次行きましょう。次、夜シールドがない時の対処法。金やエリクサーがいっぱいある時もお願いします。やっぱり今ですね、私の村めっちゃ溜まってますよね。うわ光った、めっちゃ光った今、まあ、どうでもいいな。まあこんな感じで、私今エリクサーが800万、そして金が380万ぐらいあるんですけども、やはりこうターンホールをね完璧に外、もう何も置かない、もう完璧に外にすることで、まあもうシールドもらうっていう感じに私はしてます。はい、対処法、そうですね、もう完全にタウンホール外に出して、もううまうまというか、そのトロフィー狙いの人にもう譲ってもらうしかないです。本当にこれはしょうがないです、これは。はい、タウンホール6なんですけど、ジャイヒーのメンバーを教えてください。ジャイヒーっすね、ちょっとこれは私のですね、ジャイヒーっすよね、ジャイヒーっすか。ちょっとこれリプライ返しますわ。ちょっと今言うの難しいですね。はい、ちょっとユウさん、ちょっと後で返します、すいません。モンストさん、他のゲームは何をしていますか？クラクラ雑なのにごめんなさい。私は白猫プロジェクトですね、やってますね。プロジェクト、まあやってますねというか、やってましたね。なんかミラー当ててレベル100にしてからなんか慣れて、そんなやってないです。そしてパズドラもやってますね。うわ、めっちゃ良かった。パズドラは、まあ、ランク、まあ、266ぐらいですね、今。まあ、そんなやってないです。聞こえましたか、今。まあ、いいや。まあ、そんな感じです。そして、あとは、モダンコンバット4、5やってますかね。まあ、結構やってますよ。はい。はい、結構やってます。そして、クラクラを始めたきっかけは、ですね、高校2年生じゃなくて、高校1年生の、今私高2なんですけども、その、1年前、いや本当に、まあ、11月11ヶ月ぐらい前に、もう結構相当仲良かった友達が、まあ、クラクラエロいよみたいな、そう言われて、その実際そのクラクラエロいって言われた時は、なんでもクソゲーじゃんみたいな、なんかパズドラで前コラボしてたけどなんかも知らんわみたいな、そんな感じだったんですけど、ちょっとやってみたらなんか楽しいなみたいな、それでちょっともうね、最初の1ヶ月ぐらいはちゃんとやってたんですけど、もうそっから慣れて、もうクラクラはもうポンプとか金山でもう回収してりゃよくねみたいな感じで、ずーっとダラダラやってきて、今年の4月まで大工3人でずーっとダラダラやってきたんですけども、高校2年になりまして、クラス、まあ、42人ぐらいいたら、
もう36人ぐらいがクラクラやってるみたいな、もうクラクラ旋風巻き起こりまして、もうそれからガチりましたね。そっから大工を増やしてポイントサイトで頑張って大工増やしてって感じですかね。はいはい、始めたきっかけは友達です。はい、その友達は今やってませんねはいはい、次、キヨキヨさんの一番好きなユニットを教えてください。私はですね、ペッカですかね。やっぱりもうなんかあのターホール8ぐらいの時まではあのもうペッカクソじゃねえみたいな、無差別攻撃だしなんかもう知らんわって感じだったんですけど、もうゴワイプやってからもうペッカの安心感、そして HP 攻撃力もう最強です。もうペッカ大好きです。ペッカ大好き。はい、次、現在ターホール8でレベルは70で、壁は4分の1が濃い紫レベル7、レベル7ですかね。他は薄い紫です。防衛施設はアーチャー8ウィズ5対空砲4テスラ2で、大砲と迫撃砲は最後まで上げたのですが、まあそのどのタイミングでターンホール級に上げたらいいのかわからないのでお願いします。ですね、やはりでも次のアップデートでそのエリクサーで壁を上げられるということになったので、壁はもしそのアップデートがなかったら壁上げろって感じだったんですけど、まあそんなあの壁はまあ中堅ぐらいで、やっぱり防衛施設は確実に上げた方がいいですね。やっぱりもう防衛施設で本当もう全もう本当決まっちゃうので、やはり、まあアーチャーが8ということでアーチャーは10にしたいですし、ウィズも6にしておきたいですし、対空砲も6かなにしておきたいですし、やっぱテスラは、まあ、レベル6まで上げられますけど、やはり最後まで上げたいですね。はい、なので大工がもし5人いらっしゃるのであれば、もう1人を隠しテスラの専属にして、他はまあ回すという感じにした方がいいですね。1人隠しテスラ専属、そして1人壁の専属、その後の3つで回すという感じでやった方がいいですね。はいはい、あもう終わりだということでですね、まあ他にもいろいろあったんですけれども、まあ、私が答えられる範囲で、ということですね、まあ、今回は雑談というか質問、クラクラについての質問になっちゃいましたね、最終的に。ということで、まあクラッシュオブクランの雑談というか感じでした。ご視聴ありがとうございました。